またですね、もうまたリクエスト、リクエスト、これはどうしたもんか。どうしたもんか。アリサさんが見つけられない。ちょっと待ってまた同じことやってるじゃないか。私違うんですよ本当にね。今ちょっと待って、リスト皆さんお願いします。今アリサさんを待ってるので、リストリクエストちょっと一回止めてください。探し出せない。ありねえ、ありねえ。ああ今すごく緊張して、もう変な汗をかいてますよ私。どうしよう、アリネさん、どうし、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、アリネどうして見つけられないのかい、ありねえの。どうしてありねえのが出てこないのでしょうか。これはありねえ、ごめんなさい、お待たせしてます、本当にすいません、でも出てこないんです。どうしてでしょうか、皆さん助けてください。本当に焦ってる、どうしよう、先輩を待たせてしまってんだよ、どうしよう。ああ、いた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 、あ、よかったよかった、見つけ出せたよ、よかった。少々お待ちください皆さん、もうすぐです。ああ、来た、ありね、ごめんなさいすいません、お待たせしました。テンパったね、ちょっと。いや、あのね、あのね、やっぱりね、リクエストをたくさんいただく中に、アリネを探すのがすごく大変で。もう、リクエストっていう、出なくて、全然。え、本当に？うん、それでどこがいいのかわからない感じで、こっちでパタパタしてたんだけど。もう、いや、こういう感じです。私も毎回、毎回これやっちゃってますもん。すごいね。焦った、焦った。焦って、そう。変な汗かくでしょ？焦って変な。二人して大わ、滝屋のような汗をかくっていう。すいません。お待たせしました。ありがとうございます。ありねー。やっとで、出れ、うん、元気だよ。私、まあ、ちょっとこんな状況なんで引きこもってますが、私も引きこもってますね。がます。なんかアリネが引きこもるっていうのがすごくちょっとイメージにないんで、ちょっと。どういう生活してたのか聞きたいんですけど、今日この後もちょっといろいろね、根掘り葉掘り、どうぞどうぞ、せっかくなんで聞かせてください。はい、あと、そもそもですね、皆さんになんでこう水木さんと私が仲良くさせていただいてるかってわからない人が多いかも、うん、あ、ちょっと待ってくださいね、電波が悪いっていう、電波どうですよ、アリネ。あの、大丈夫だよ、今は。よくなって。うん、さ、よかった、よかった。大丈夫そうです。ちょっとね、あの、うん、止まったりとかもするんですけど、少ししたら落ち着くと思うんで、うん。大丈夫だと思います。すごいね、これ、インスタライブ毎回やってるんでしょ？一応、今月5月から、
週1回はやってますね。すごいねいやいや、緊張しますよ。ー。いや、本当もに。う、自分でやってると、これバタバタしちゃうね、やっぱりね。そう。だから、改めて、本当にバラエティーとか、その生放送で司会されてる人たちの凄さがわかる。本当だねいや、本当に。ー。こういう緊急。今みたいに出何？れたりしてね。そう。もう、暑かった。いや、そうそう。いや、そう、アリネと、アイサさんと私が、なんで繋がってるかって多分知らない人もたくさんいると思うんですよ。そうかもしれないね。ね、実はアリサさん、私たち同じ事務所で、アリサさんが先輩でもう、私後輩という中で、よくご飯にも連れて行っていただいたりというお世話になっておるんです。もさせていただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。だけど、何年もいや、前ね、初めて会ったのはね。そうですね。もう多分私10が、い年じゃない？や、10年前です。ユタちゃんちデビューょうど、になるの？上京してきて、事務所に入ったのが20歳だったので、ちょうど。なんでも14年とか13、4年ですね。そうだよね。そう。ったの、もう10年は前だもんね。そうなんです。もう私、だから未だに緊張、まあでも、初めて会った時のこの印象を覚えてますもん。本当？テレビの人だって思って。そう、素人。素人意見ですが、本当にすっごいな。なんだ、実在するんだ、水木ありささんってっていうのがすごく覚えてます。本当に。やっぱり見てたりとかすると、そうだよね。私も自分の先輩とかと会ったりすると、わあ、あ、テレビで見てた人だって結構思ったりするもん。いや、本当ですよね。でも今は本当にこうやってご飯も連れて行っていただいたりとか、本当に、アリネーは、何でしょうね。なんか、一生ついてきますって言っちゃうような、この懐の深さというか、広さというか、かっこよさがすごい私好きなんですよ。豪快だからかな。いや、豪快、まあ、言い方変えれば、そうですね。かっこいい豪快さも好きですよ、私。何の話してんでしょうね。そういう関係でなんか気づけばもう長いことお世話になってるなと思って。そうだよね、本当に。ひがちゃんも、ね、なんか、どんどん、女優さんとしても、女性としても成長されてというか、最初会った時出だっますて、か？20代。21、2ぐらいだったかな。何ですか？私は30代だったけど、最初会った時、もうすでに。あれね、変わらなすぎます。そんなことないですよ、あれ順ね。取ってるよ、やっぱり。何を言いますか？で、あれね、あれね、あれねの、あれなんだっけ、5月15日、歌手デビュー記念日ですよね。そうだったんです。おめでとうございます。歌手デビューして29周年目いや、もう、ました。すぎます。来年、ちょっとね、39周年目。すぎません。そうなの。モデル時代が10年あるから、今の入るまでも10年あるんだよね。もう、じゃあもう、芸能人じゃない時間忘れたりしません？でも。もう、覚えてます？大体、というか、中学生からだから仕事ね。してました？デビューしたの中学生だったから、ずっと仕事してて、こんなにだからお家でゆったりしたの、
初めてだった今回。それ以来、それ以来っていうか、そのデビューしてから。そうだね。この、なんかこう、目処も立たずに、ゆっくりっていうのは、初めてでしたね。どうです?ゆっくり。まあ、言ってしまえば、スローライフそのままですけど。うん。どう過ごしてます?なんかね、やっぱり普段やらないようなことをね、やってみたりして、例えば?インスタ、私のインスタでも上げたんだけど、マスク作りとかね。ああ。手縫いでね。ニュースにもなってましたよね。うん、手縫いで縫ってみたりとか、なんか、お料理とかもしてみたりとか、うん、映画も、映画じゃない、英語?英語なら、めちゃくちゃ充実してるじゃないですか。そう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 。すごい楽しんでるじゃないですか、アリネ。意外とね、時間苦にならない感じで。あ、なんかもう仕事したいとか外出たいみたいな、なんかうーっていうのはないんですか。まあなんかお仕事はしたいなっていうのはあるけど、意外と家に入れるもんだなって思ってる。ごめんなさい、私これが想像できないです。アリネーの。そうだ。持ってる姿が。なんかもうほら、ずっとチャカ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 、あっち行ったりこっち、現場行って、どっか行って、休みの日もなんかあっち行ってこっち行ってあっち行ってみたいな、とにかくあまりいない人だからね。なんだろう、いつもこう、アリネーのそばには人が集まるイメージなんです、私。そう。でもそうですよね。そうそうそう。ナミにも連れてっていただいた時も、必ずこう、一人、二人とか一人とかじゃなくて、もう、最低でも5人ぐらいは絶対いますよね。そうかもしれないね。人数でいること多いかもしれない。そう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 。うん、だから、アリネの誕生日会とか、うん、呼んでいただいた時も、うん、もうあまりにもなんかもうゲストの多さにびっくりしたというか。いや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 、そうだね。でももうね、うん、もう最近はあんなに派手なお誕生日会もあんまりやってないよ。あんまりっていうかやってないよ。そうなんですよ。だから全然呼んでもらってないんで、最近あれ呼ばれないなって思ってちょっと寂しかったんですけど。いや、違うの、ね。やってなかったんですか。そうなの、そうなの。なんだろう、身近な人と割とこう、しっかりお祝いするっていう感じで、あんまり派手なことやってないの。何の心境の変化なんですか、それ。なんだろうね、なんか、なんとなく年齢的にもそうだし、いつまでもなんか派手なっていうか、華やかなことを、やり続けるのもどうかなと思って。でもみんなたまにはなんか、ああいう、なんだろう、そういうパーティーやってほしいとか、たまにああいうパーティーとかやると久しぶりに会える友達とかもいたりするから、そう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 、やってほしいっていうリクエストは結構あるんだけど、ここ最近はちょっと見目に過ごしてますね。そうだったんですね。うん、じゃあちょっと今年はどうかな、今年は来年あたりですかね。そうだね、来年あたり、うん、ちょっと落ち着いていればね。確かに、うん、久しぶりすぎてもう嬉しいです。なんかでも変わんないね、本当に変わんない。コロナの間になんか、うん、ちょっとほら太ったりとかさ、はい、なんか外見的に髪の毛とかも美容室行けないから伸びちゃったりとかさ、うんうんうん、しますね。じゃない、だいぶ。 でもだから家ですごい運動してます、私。ああ、そうかそうか。結構それがストレス発散なんですよね。うん、結構。あ、あれね、コメントいっぱい来てますよ。そっちも見えますか？見てる。
見えてます。すごいね、みんな。あれ、ありささんの声が途切れちゃう。私の声途切れる？なんでだろう。そうなのかな。今も大丈夫？今どうだろう。聞こえてるかな。ん？4G にしてます？ 4G っていうか、なんだっけ。うん。Wi-Fi をお家の方1回切ると、うん。いいらしいですよ。Wi-Fi を1回切るといい？ Wi-Fi、お家の Wi-Fi じゃなくて、ちょっと普通の、うん、なんていうんですか。4G とか、でじゃないですか。3G とかっていう。うんうんうん。あれにした方がいいんだ。Wi-Fi の今は聞こえてる。今は大丈夫。今は大丈夫。なんだ？そう、こういうことが起きるから、ちょっとまあ、だいぶはちょっといろいろハラハラするんですけど。そうだね。なんかいろいろと安定しないのかもしれないね。うん。なんです。ですけど、まあ、気にしすぎず。はい。話しましょう。そうそう、伸びて。伸びてますって来てるね。よかった、そう。たくさん皆さん、あ、そう、アリネの、へのコメントで、あれが出てますね。ナースのお仕事大好きですっていっぱい書いてありました、今。ありがとうございます。いや、もうな、すごい言われてると思いますけど、私も大好きです。ねえ、リーズで長くやっぱりやってたし、かなり再放送とかもされてるから、多分こう、リアルタイムで見てない方とかも、うん、見たことがあるみたいな感じなんだろうね。そうそう、でいろんな医療ドラマある中で、